オールナイトカナバーン。皆さんどないしてありますか。カナボンことカナボンでございます。皆さん大変ご無沙汰しております。ですね、何をちまよったか、またオールナイトカナボンちょっとやってみようかということで特番を組ませていただきましたいやね、まあ、本当にね、嬉しいことなんですけども、若干名なんですけどもね、数名なんですけども、オールナイトカナボンをまたちょっとやってくれよという声がございましてね、まあちょっとね、いじびってやってみようかなと思いまして特番組ませていただきました。はい、まあわずかな時間でございますけども、しばらくのお付き合いのほどどうかよろしくお願いいたします。というわけでありまして、オールナイトカナボン久々にさせていただきますけどもね、今日は何をお話しするのかと言いますと、まあね、レギュラーでやってた時のようにリクエストを募ってるわけではないので、まあ私のフリートークという形になるんですけども、ね、何の話をしようかなと考えてたんですけどもね、まあ鉄の話もいいんですけども、まあ嫌がる人も多いでしょうし、まだまだね、まあ夏ということなんで、やはり、怪談話でいこうかと思っておりますんで、よろしくお願いしますね。学校の怪談の話、よくありますよね。私の小学校でもありましたし、中学校でも高校でもありました。どこの学校でもこう、七不思議みたいなね、話があるんですよね。まあそんな中でね、まあ私が経験した話ではないんですけどもね、聞いた話なんですけどもね、そんな話を一つ今日はさせていただきたいと思います。とあるね、まあ町のとある学校といいますか、小学校なんですけどもね、そこの小学校はね、北校舎のね、東側にある、3階にね、ある鏡に、まあ夜な夜な霊が映ると。いう噂があったそうです。それもね、夜の8時になると、その鏡に立ってると、霊が映るという、まあ、噂話があったらしいんですけどもね。まあね、まあ、そんな話があると、まあ、どこにでもガキ大将みたいなやつがいましてね。まあ、そんな、まあ、お化けなんか出るわけないやろ、ということでね、まあまあ、そういうふうに言ってたんですけども。じゃあね、周りの人間が、そんなこと言うんだったら、お前ちょっとほんまに見に行ってみろ、ということでね、そういう話になって、そのガキ大将がね、その鏡を見に行くということになったわけなんですけども。まあね、夏休みに入ってね、まあ、行くということになって、まあ、その少年、まあ、ガキ大将なんでね、人前ではね、こう偉そうには言うてますけども、いざこう行くとなると、まあ、もうビビってたみたいですけどもね。でね、まあ、その夏休みのとある日、そのガキ大将、少年が、その学校へ行きました。そしてね、まあ、その北校舎の3階ですね。だから3階まで行くんやから、足取りが重いですよね、3階まで。でね、夜の学校いうのはやっぱ怖いんですよね。学校というのは普段、こう、昼間で、クラスメートやと一緒に遊んだり、勉強したり、先生もいるし、賑やかな場所ですよね、普段は。それがまあ、こと夜になるとね、もう全く豹変しますから、もう怖さ倍増ですよね、同じ夜でもね。まあ、そんな中、その少年頑張って、3階まで、一つ一つ階段ゆっくり、ビビりながら上がっていったそうなんですけども。まあね、そして3階に上がって、そしてその東の端っこにあるという等身大が映る鏡に向かって、ゆっくりと恐る恐る歩いていったんですけどもね。そしてまあ、なんとかたどり着いて、その少年、鏡の前に立ちました。そして、時計を見ますと、まだ7時58分だったんですよね。だからあと2分待つことになって、まあその2分がまた長く感じるんですよね。
まあ、20分ぐらいに感じるでしょうね、モロコさん。そしてね、その少年、ほんまに震えながら、その鏡の前に立って、じっと見てたんです。そして時計を見ると、あと5秒。何も映ってません。というかまあ自分自身が映ってるだけで、他に何にも映ってないですね。鏡に映ってるのはただその少年が映ってるだけというか。そしてそのガキ大将ももうほっとしましてね。これ見、やっぱりもうお化けなんかおれへんねえ、ということで、走って家に帰ったということなんですけどもね。まあ、それでですね、まあ、夏休みも終わって、2学期が始まって、学校へ行ってね、久しぶりに会う旧友、その旧友を前にして、おい、みんな、これな、夏休みに、鏡、見に行ってきたぞ。ほんでな、ちゃんと夜の8時に、その鏡見てたけども、なんも映らへんだろ。俺が映ってただけや。な、やっぱお化けなんておれへんねんて、と。まあ、自慢げにね、その少年、みんなの前で言うたわけなんですけども。何やらね、周りの生徒の様子がおかしいんですよ。え？何言うてんの、こいつ。というね。まあ、どちらかというと、引いてる感じですね。なんやねん。その少年も、なんか空気がおかしいのに気づいたんですかね。はい、そうなんですね。少年がいたときは、もうその鏡、すでに撤去されていたそうです。はい、その少年は一体何を見たんでしょうかね。という話でございました。はい。お粗末でございました。ありがとうございます。まあね、残暑厳しいより少しは涼しくなってもらえたでしょうか。そうでもねえか。まあね、久しぶりだということで、まあこんなもんで、ご勘弁いただけたらと思っております。どうもありがとうございました。またね、できたらね、まあ、オールナイトかの本もさせていただけたらなとも思っておりますんでね、どうか一つまたお付き合いのほどよろしくお願いいたします。次はね、鉄の話でいこうか。鉄の話いりまへんてか。まあね、まあ、いつになるやら分かりませんけども、また次お耳にかかれる日を楽しみにしております。今日はありがとうございました。では、さよなら、さよなら、さよなら、って世の中あるから。